えー、こんにちは、ソッカのコです。たった今ねカプリコン1のブルーレイを見終わりました。いやー何十回も見たんですけども私の幼い頃からの自分の気持ちも思い出しながら今このね48歳になってテクノロジーが進んでいろんな陰謀ですとか宇宙人とか UFO とかねそれから現代社会インターネットとかこういったものを網羅した上で見るとまた受け取り方が変わってくるもんですね。 あの火星有人飛行っていうのはまあ人類悲願の夢だったんですけどもでもですねそれが今あ2021年現実化しようとしてるんですよおそらく2030年までには火星探査機これ友人のですねこれは飛び立つんではないかなっていうふうに私思ってますしそれをですねこれね1900何年だったかなかなり古い映画なんですよ何年か忘れましたけどもねで今回お話したいのは単なる「カプリコン1」のレビューではなくてね このラストシーンを覚えてらっしゃる方いますかね残念ながら「カプリコン1」をご覧になってない方はちょっとわからないと思いますけどもラストシーンねもうね死んだとされているブルーベーカー大佐が最後新聞記者の力を借りてこれを戻ってくるんですよねそしてまさに火星有人飛行で事故で3人の宇宙飛行士が死んだとされているその追悼集会か何かに死んだはずのブルーベーカー大佐が走って現れてくるところで。 この映画っていうのはラストシーンなんですよ。さあ、それからどうなるんでしょうか。ね、その現場にはですね、カメラマンやテレビクルーもいて、そして、NASA の超重要人物と、あと副大統領がいるわけなんですよ。ですんで、そういうところでね、最後の、ああ、みんな、ブルーベーカー大佐ありがとうみたいな感じで、お葬式をしているところでですね、その本人が現れてしまうと。で、このストーリーっていうのは、結局、火星有人飛行に行きたいんだけども、 多分この結果が無理だということが分かって、中心せざるを得ないんですよね、本来でしたら。でも、中止にしたら、今度来年度の予算が計上されないから、なんとか行って帰ってきたっていうことを芝居をやろうよって言って、そういう映画を作ってしまうんですよね。まあ、この辺は作品を見ていただければ分かるんですけども、最初はそんなね、馬鹿げたことに協力するようなことはできないって言われていたブルーベイカー大佐ほか、合計3人の宇宙飛行士も、家族を人質に取られていてやらざるを得ないと。 でもやっぱりね、心の中にわだかまりがあったわけですよ。今まで人生をかけてきた宇宙飛行士という仕事がね、最後にこんなオチになるのかと。金のために嘘をつかなければ、世界を騙さなければいけないのかっていう絶望にさいまれるわけなんですけども、まあでもね、結局は、あ自分たちは嘘をついてね、子供たちの前にうん立つことはできないっていうことで、この作戦自体を拒否するわけなんですよ。ちょっとこれ映画止めましょうか。で、えー、最終的には、 ああ NASA の陰謀を打ち破ってこうやってねブルーベイカー大佐は自分の葬式に戻ってくるそこで作品は終わるわけなんですけどもさあそこからのね何ですか物語ってどう進むのかなとまず一つは新聞記者この新聞記者は今までずっと冴えない新聞記者だったんですけどもついにね大スクープを自分一人で手にしたということでおそらく勤めてる会社からはもう称賛されるでしょうねでもその後 おそらく軍の手が回ってね NASA の手が回ってあの新聞記者はちょっと別の違った人生を歩むんじゃないかなと思いますまあこれちょっと保留しておきましょうかそしてブルーベイカー大佐は戻ってきてそのお葬式でねすべてをぶちまけるわけなんですけどもさあ大変なのはね、えー、政府関係者ですよ副大統領以下どういうふうにしようかなってところでおそらくその場は撤収するんだと思います、えー、そして私が考えるのはね 帰ってきたブルーベイカー大佐は、これはね、そっくりさんだったということにして、そして NASA の有人飛行はもうね、これは本当に事故でダメになったんだと。でもね、そっくりさんが帰ってきて、そしてその人と、あと、二人の宇宙飛行士ですね。この人たちも、まあ、どっかで監禁されてるのか処刑されてるのか、それともわかんないですけどもね。なんとなくこう、新聞記者の方は、 金をやるからもう報道しないでくれっていう報道関声を引いてそして他のテレビ局とかね生中継しているところにもあれは誤報だったということであとは知らぬ存ぜるを決め,込、ま、あの決めさせていただいてですね、えー、報道はその後一切されないって形になるんじゃないかなと思うんですよ。で世界に衝撃を与えたその事件もたったその一瞬の出来事で以降追加情報は出ずに長い時間をかけて土地伝説化することを本当にね狙っていくんじゃないかなと。 ブルーベイカー大佐他本乗組員とかその家族はあの別のね特別区に、えー、まあ移送されてですねそこで何不自由ない暮らしを送らせることを引き換えにもうこの件は忘れてくれっていうふうになるんじゃないかなと思うんですよねまあそのぐらいしか考えられないですよねでもこのカプリンコンはものすごく衝撃,衝撃な作品だったんですけども、えー、結局アポロ宇宙飛行が 嘘だったんじゃないかなって言われた時に作られた作品ですからね、まあ、ですんでやっぱりアポロは言ってなかったんだみたいなところにかぶせていくわけなんですけどもこのカプリンコンはあれほどの人気作だったのに続編が出ないんですよこのようにねまあ言ってみればあ古い映画なんですよなのに DVD に何回も焼き増しされたりそれから今回はブルーレイで発売はされるんですけども続編は絶対出ないというね普通これだけ人気だったら 営業のためにもねカプリンコン1パート2とかねアフターとかねそんな感じでやるんじゃないかなと思いますし少なくともリメイクぐらい作ってくれるんじゃないかなと思うんですけどもまあ一切作られないですよねこれは予算の都合なのか何なのか分かりませんけども、えー、これね音楽はジェリー・ゴールドスミスが作られてるんでかなりいい仕上がりになってると思うんですけどねあちなみにねあのアングリアテレビでこれイギリスの放送だったんですけども うーんなんか火星有人飛行が成功してそこからの映像を送られてきたえそしてそれを受け取った通信局では歓声を上げてプロジェクトの成功を挑むみたいなね、えー、そんなプログラムがありましたけどもご存知の方いますかねこれはね「第3の選択」っていうねシリーズのラストシーンに出てくるんですよこれはビデオプログラムで「第3の選択」っていう風な物語があるんですね うん、この第三の選択っていうのは将来地球は住めなくなるんでいろんな選択肢を持つ中で第三の選択が有力じゃないかって言われてることなんですよこの第三の選択っていうのがまさに、えー、移民惑星間移民計画なんですよねでそれは今でも進められていてそこに1万人のお人の口が移動すすることになってますその1万人を選別するための段取りっていうのがもう住んでいて 当然私たちは行けません <laughs> 普通の人の中でいけるのはビル・ゲイツぐらいのもんでしょうね。でその辺はまたね、えー、別のお、まあ、動画でお話しようかと思いますけども、うんまあ、カプリンゴ・ン・ワね、ご存知ない方には今回の動画はちょっとわけわかんなかったかもしれませんけども、そのカプリンゴ・ン・ワのその後ってことについてちょっと、ね、考えてみたんで動画にしてみました。まあ、きっと、しっちゃかめっちゃかなり、なると思いますけども、 おまあ、どさくさにしてね都市伝説化しようとしている、えー、そんなあまあラストシーンの後の世界が私に思い浮かべられるんですけどねどうなっちゃうんでしょうかね、うん、まああの政府といっても人の作ってる組織ですから嘘もあるしインチキもあるんですよ全部が本当ではないし全部がうでもないと、まあ、今のね感染症騒動日本政府の対応も 苦ししいいいいいいななななながらら目をつぶらないといけないとととととけこころろ無視していくところとねそういうのあるんじゃないかなとただし加藤官房長官菅総理それから安倍総理ですか元総理丸川担当大臣とかオリンピックに関係した2020年東京オリンピックこの調整委員会とかねその他の言ってみれば責任者の方は歴史の教科書にきっとですね最大の日本の汚点として名前を残すでしょうね。 今はね、現在進行形なんで、攻め立てる人はいないと思いますけども、ただこれね、10年、20年経つと、日本を最後に貶めた、えー、まあいわゆる、今でいうね、永久戦犯としてですね、後の島で語り継がれるんじゃないかなと。こいつらがとどめを刺したと。まだ間に合ったのに、こいつらがこうしてしまったと。まさにその時には、ある特定の人を名指しでね、売国土というふうな、 呼ばれ方すするんだろうなと思いますね、はい、じゃあ次はねファイナルカウウンントダウンを見てみようかと思いますこれは第二次世界大戦が始まる真珠湾攻撃その始まる真珠湾攻撃がなされる直前にアメリカ海軍が、ねえー、ミニッツを中心としたアメリカ海軍が練習中に真珠湾攻撃の前夜にタイムスリップするという話でございます。 でですんでね、この時の軍人さん皆さんね海兵隊はねあの真珠湾攻撃のことを当然知ってますから攻撃させないようにする技術もあるんですよ情報もあるんですよさあどうなるんでしょうか、ね、あの真珠湾攻撃しようと迫っているゼロ戦を叩き落として真珠湾の同胞を先輩たち先人たちを救うんでしょうかそれとも歴史に忠実に真珠湾攻撃を成功させて後 えー、太平洋戦争第二次世界大戦大東亜戦争を始めさせるんでしょうかさあ果たしてうんこれもなかなか古いけどいい作品ですよブルーレイで再発売されたんで買ってみましたまた